これからゲタルの鼻緒をすげたいと思います。この道具と材料を使ってゲタルが出来上がります。はい、これからゲタルをすげます。で、これがすげた後ですね。で、こういう状態からこういう状態にさせていただきます。これがゲタルの鼻緒です。まず下処理をしますので、この鼻緒の先に輪っかを作ります。見せながら、穴を開けまして輪っかを作ります。こういう輪っかです。もう一つ、はい、それで、先ほど作った輪っかの中にこういうふうに通します。するとですね、ここで結び目ができます。